サッカー日本代表は24日、キリンチャレンジカップ2023でウルグアイ代表と対戦。前半38分にバルベルデに自分自身のミドルシュートの跳ね返りをヘディングで押し込まれ失点するも、後半75分、途中交代で入ってきた伊東、上田の連携から西村が決め、同点に追いついた。試合はそのまま1対1の同点で終了となった。さすが名将森保、交代がズバリ的中やね。今日は三笘先発で途中で伊東が流れを変えてゴールを生み出した。試合の流れの変え方が森保は絶妙やね。素晴らしい。本来は運動量豊富な伊東が先発で三笘が途中で流れを変える。三笘って大したことないな。プレミアでは無双してるらしいけど。浅野で貴重な枠を無駄にするのはもうやめてほしい。まあ1点取ったし、めちゃくちゃつまんない試合でもなかったけど、退屈な試合だったな。途中でマジで眠くなったわ。盛り上がったな。6万人のサポーターはすごかった。ウルグアイ後半もガンガン攻めてくれてありがたかったな。親善試合でここまでちゃんとやってくれるなんて。1分でわかるサッカー反応集。